はい、そんな感じで始めさせていただきます。じゃあまず、簡単に僕の方から自己紹介させていただくと、僕が、この座談会っていうのは一応オンラインコミュニティの企画の一つとしてやっている形で、そのオンラインコミュニティを主催している荒岡修歩って言います。で、普段は、ドイツのライプツヒっていうところでサッカーの指導だったり、トレーニングの指導っていうことをしていて、で、所属としては今、RB ライプツヒのアカデミーでフィジカルコーチっていうことをしています。よろしくお願いいたします。はい。じゃあ、そしたら、そうですね。小屋野さんの方から簡単に自己紹介していただければなと思います。お願いします。はい、福山市 TFC 監督の小屋野博です。広島県福山市を拠点とするサッカークラブ、社会人サッカークラブで監督をしてます。現在は広島県1部リーグに所属していて、2024年の J リーグ参入を目指して日々活動してます。本日はよろしくお願いします。お願いします。そしたら山口さん、お願いします。はい、山口亮と言います。今はフリーなんですけど、アントラスのユースでずっとプレーをしていて、その後東大に、進学して、3年間は選手としてプレーしたんですけど、その後3年間は、ちょっと社会人にも、かかってますけど、東大の監督ですね、として指導をしてという感じで、今はフリーで、あとなんか本を書いたり書かせてもらったりもしてます。フットボリスタさんなんかでよく書いてますね。で、小屋野君は実は鹿島学園の、僕はユースで彼はサッカー部なんで、直接そんなにね、面識があったわけじゃないですけど、実は後輩だということで、鹿島学園にもこんな素晴らしい人材が残っていたんだなという驚きに出てきたときはびっくりしました。という感じです。お願いします。はい、お願いします。お願いしてか、ます。さっき聞いたんですけど、10日11日でしたっけ？で、めちゃくちゃ話しちゃったんですか？そうなんですよ。実は10、11日、福山シティの方に、ちょっと視察に行ったはずが、なんかね、視察に行くようにもみたいな感じになっちゃったね。結構話し込んでしまって、そこいやいもうや、準もう備でしょ。何もイベントのこと考えてないじゃんって。いや、でもそれはそれでなんか今回聞きたいことも、出てきた感じ。なんか福山のこと全然俺も見に行けてもなかったし知らなかったんで、福山のこともいろいろ分かった上で、今回っていうのは、ある意味、ね、そこの事務所も散々いたもんね。はい、ちょうど今山口君がいた席に座ってます。という感じでよろしくお願いします。そんな感じです。はい。じゃあでもそれで、やっぱ出てきたっていうことなんで、その出てきたっていうか、そのいろいろ聞きたいことも改めて出てきたっていうところなんで、もうその辺から始めちゃいますか。そうですね。じゃあ、その辺から適当に話していっちゃっていいんですかね。はい、そんな感じで、もし途中でこれどういうはい。こととかっていうのがあれば、参加者の方からチャットに書いていただくか、それかもうミュートを外して喋っていただければなっていう感じでやっていければなと思います。そんな感じで皆さん、ぜひ積極的に小屋野君に話を聞いてください。はい。お願いします。でもあれだよね、小屋野君ね、この間だから結構話したけど、どうだった、この間、俺の視察的には、どんな感じでしたか？いや、もうマジですごい人だなっていう、ざっくりですけど。というとどういうことですか？いや、もう、なんて言うんだろうな。変人ですよね。モンスター。何が変人だった？でも、ここまでサッカー追求してる人いるんだなっていうのと、あとは本当に山口くんっていう存在と、東大サッカー部っていうのはマジでマッチしてたんだなっていう。すごく感じましたね。こんな話の時にそれを感じたとかってありましたか？普通に、例えばレベルの高い、東大サッカー部をバカにしてるわけじゃないですけど、多分レベルの高い選手のところ行ったら、たどり着かなかった領域とかをちゃんと学んだりとか、それを指導したりしてるから、それはちゃんと言語化して、しかも経験値として積み上がってるっていうのは、いきなり J クラブの監督とか、自分もそうですけど、社会人の監督とかなった人にはない知識を持ってるっていうのがすごく、他の指導者とそこが圧倒的に違うなっていうのを感じましたね。ありますか？例として、こんな時に思ったとか、こんなのは普通の指導者じゃ知らないんじゃないかとかっていうところとか。
なんかね、あれだよね。なんか、まあ、僕の方から補足をすると、まあ、そもそも僕、東大屋敷宗教部は、まあ、選手として所属していたんで、まあ、縁があって指導者をさせていただいたっていう部分もあるんですけど、なんかもう一つやっぱり自分が指導者を目指す、まあ、特に、まあ、本気でプロの指導者になるって思ってからは、特にやっぱ東大屋敷っていうのは、意外とすごくいい環境だなと思ってて、指導者のファーストステップとしては、すごく適してたんですよね、僕的に。で、どこら辺が適していたのかっていうと、まあ、要するに下手なんですよ、結構東大のサッカー部ってやっぱり。まあでもどうだろうな、皆さんが思ってる、どのぐらい あの水準を想像していらっしゃるかが分かんないんですけど、僕のイメージからすると、すごいなんか待機みたいなの来ますけど、大丈夫ですか？お任せ。大丈夫です。そう、なんか僕のイメージからすると、もっと下手かなと思ってたよりは全然上手くて、で、例えば僕もアントラスのユースですけど、なんかレイソルのユースの子とか、マリノスのジュニアユースの子とかが、まあ数年おきぐらいですね、2、3年に1人ぐらいは、入部してくれるというようなレベル感で、まああとは進学校のエースの子たちぐらいがいる感じで、まあ、なんて言うんでしょうね。がっぷり四つで、それこそ東京都一部リーグとかでも、ユースの子とか、まあ、強豪校のね、10番だったとかっていうのは普通にいるんで、まあ、がっぷり四つでやったら普通に勝てないけど、まあ、思ったよりちゃんとやってくれるなっていう感じだったんですよね。で、まあ、ユナイテッドでも、去年1年コーチをしたし、まあ、アントラーズも見てきたんで、僕もすごい実感してますけど、改めて。やっぱその、まあ、小山君もそのことを言ってたんだと思いますけど、やっぱレベルの高い選手たちって、まあ、ある程度動作とか、まあ基本的なパス、シュート、ドリブル、それからまあランだったりっていうのはできてるじゃないですか、やっぱり。で、まあ視野そこを、なんていうんですかね、一から作り直すって、ある意味ではコストもかかりすぎるし、選手にとってもストレスだったりするんで、なかなか指導者としてはチャレンジ、まあしにくい部分かなと思うんですよね、いきなりは。なんですけど、やっぱりこう、東大の選手たちは、まあ自分たちなりに頑張ってきたんで、それなりになんか、まあまあ思ったよりっていう部分はありつつも、やっぱり変な動きしたりするんですよ、本当に。なんなんそのシュートとか、なんなんそのトラップみたいなのが結構あるんで、なんかそういう本当にその、なんて言うんでしょうね。僕もすごい戦術家だと、やっぱ思われがちな部分はあると思うんです。戦術的プリオダイゼーションっていうのがあって、ポジショナルプレイみたいなのをやってて、みたいな風に思われがちなんですけど、実は自分の中では僕の強みは、もっとそことミクロの部分、マクロの部分とミクロの部分が、まあ1対1で結びついているっていう部分に強みを感じて、それはやっぱり東大の子たちの細かい本当に、まあ、それこそ動作のところからフィジカルコーチとよく話をしたり勉強しながらやってきたっていう部分がすごい自分の中では財産になってますね。って感じです。はあ、小山さんいかがですか？そんな感じでしたか？はい、もう全部言ってくれました。本当にすごいです。本当にすごい。ほう。もう多分日本の指導者で一番知ってますね。そういうことを。はい。一番知って本当にすごかったです。いいよ、何があったんですね。いや、もうそのシュートとか。あ、シュートね。シュート吹かさない。コントロールとか。はい。もそうだし、ありますよね。そういうとことか。なんかこれは使えるって思ったのとかありました？言っていいんすか？いいよ、いいよ。全然いいよ。もちろん、もちろん。でも、シュートの時に、その、シュート打った後に、必ず見てる。シュートの、そのボールの行き先を。うん、っていうのを言われて、で、その後にメッシとか、まあ、海外の選手、得点決めてる選手見たら、全員そのやってて。意外と当たり、シュート打ったら絶対見てるんですよ。うん、へぇ。ボールの行き先を。本当に見てて、でもその翌日から取り入れました、もちは。そうそう、で、なんか、本当にこれも、なんか、うちの選手ってシュート、異常に下手なんですよ。うんうん、なんかもうゴールエリアの中から打とうとしたら転んだとか、そういうレベルのなんかどんだけメンタル弱いんだみたいな感じだったりするんで、まあ、あのチャンスは作っても決めきれずに負けるっていうのは続いてたんですよね。で、まあ、負けるのが続いてたっていうのもあれですけど、負けたりすることもあったんで、やっぱシュートで、そのなんていうんですかね、これフランボッシュっていう人ご存知の方もいるかもしれないんですけど、コンテクスチュアルトレーニングってね、最近日本でも話題になりましたけど、あれとかでもやっぱり目的地とか目的意識っていうのをコーチングしてあげるエクスターナルフォーカスっていうのをすごいまあ言われていて、まあ、そんなのを参考にしながら、まあ、じゃあシュートの時の彼らトッププレイヤーの目的意識って何なんだろうなみたいなのをすごいまあ振り返って見てみたりした中で自分が抽出したのの一つが、そうですね、ジョルディアルバのクロスなんかもそうなんですよね。メッシがシュート打つとこちゃんと見てるんですよね。
で、実はこのボールの行き先を見るっていうのが体勢が崩れないことにつながっていて、そうなんですよ。ボールを見ようとしたら絶対体がぶれてたら見れないじゃないですか。だからボールを見ようとするっていう目的意識で勝手に体の状態はいい状態で蹴れるようになるんで、まあそのおかげで変な体勢で蹴らないよっていうのが一つ。あとあれだよね。そのままゴールパフォーマンスだよね。そのまま。そうそうそう。これも結構重要で、やっぱあの、クロス、速いクロスが来た時にシュート吹かしちゃう選手いるじゃないですか、ゴール前で。クロス、わかります？なんかあの、めっちゃゴールもう決めるだけみたいな場面でパーンって吹かしちゃう選手。浮かして外しちゃう選手って結構いると思うんですけど、あれとかも、決めない選手はやっぱその場で打っちゃうんですよね。で、やっぱそこで止まるとどうしてもベクトル上に向いちゃうんで、ボールが上に上がっちゃうっていうのは結構あるって。で、結構決める選手ってメッシとかレバンドフスキとかみんなそうですけど、まあ、これ、足利の子たちにいても全然ハマんなかったんですけど、決めた、もう、なんですかね、打ったまんまそのままゴールパフォーマンスいってるんですよ。本当に決まることを確信してるんで。で、その結果、やっぱり体が、あの、重心が前に残るんで、絶対ボール吹かさないんですよ。で、これを足利の選手たちに言ったら全くハマんなかったんですよ。インキャラなんで、やっぱり。ゴールパフォーマンスっていうのがハマんなかったって。そうそう、全然彼らその瞬間ないんで、全然ハマんなかった。で、なんで、やっぱもうマーカー置いてそこに、まあじゃあシュート打ったらここまで走り抜けようみたいな真面目な路線を変更したらすげえハマって。で、まあ、面白いのは、やっぱ、そうするとね、もう本当に、マジで吹かさなくなったんですよね。クロスからのシュートとか、ミドルとか。でも本当にクロスからダイレクトで決めたよっていう点が、去年だけでも、なんてあったかな、得点の半分ぐらいはそうなんじゃないですかね。っていうぐらい、やっぱ変わったんで、まあなんか本当やってよかったな、みたいなのを、なんか一個一個本当に細かくやっていくのも、戦術と並行しながら当然ですけど、やってるっていう感じですね。意外なんじゃないですかね、この辺は。あの、僕のことを知ってる人ほど。確かにその辺は、でいてあれですよね。それこそ、その東大だったからこそっていうのがあるかもしれないですね。そうですね。だからもう、東大に、まあだから、面白かったのは、なんかその後ユナイテッド去年もあの見ましたけど、東京ユナイテッドっていう、本当にセミプロです。もうセミプロというか、ほぼ元プロなんですよ。去年なんかは。うん。Cからとか J2 からとか落ちてきた選手がほとんどの中でも、やっぱシュート吹かすよなっていう場面はあるんですね、見てたら。で、やっぱそういうのに対して、こういう風にしたらいいよみたいなのは、やっぱハマるんですよ。でもやっぱそれは、本当東大でやってなかったらいきなりいろいろごちゃごちゃ変えようとしても難しかったんだろうな、というのは、まあ感じたので、まあなんかすごいやっててよかったかな。そう、まあ東大の経験っていうのは、めちゃくちゃ自分の中では財産になったなって思って、いろんな人に東大やった方がいいよって言ってるんですけどね。なかなかその価値は、分かってもらえないんですけど、って感じです。価値が分かってもらえないですか？それとも単純に動けないだけなんですか？どうだろう。で、なんかやっぱり、筑波の、陰性の子とかにも、はい。なんか行ってみたんですよ。やっぱ東大のサッカー部いいよ。で、やっぱり筑波とかだと、どうしても、まあ J リーグ行ってもそうですけど、コーチじゃないですか。で別に、僕、全然コーチも素晴らしいっていうか、いい職業だと思いますけど、やっぱコーチと監督って全く別じゃないですか。プレッシャーも、一人の、なんていうんですか、持てる裁量権も。なので、やっぱまあ、将来的にコーチに落ち着くにしても、やっぱり一度監督は経験しておいた方がいいんじゃないかなと。で、やっぱりそれを、B チームの監督だったら、まあ、筑波でもできますけど、それこそ、今回の僕もそうですし、小山君もそうですけど、これだけやっぱ、僕25で、小山くん何歳？ 23 です。でしょ？で、こんな若くして監督任せてもらえるクラブってなかなかないじゃないですか。しかもトップカテゴリーで。なので、東大なんかおすすめだよって話をしますけど、でもやっぱりこう J リーグからのオファーがあると、あ、じゃあコーチでもいいんでって言ってコーチで行っちゃう子はやっぱ多いですね。で、早くとにかく J の現場に入りたいという子は多くて、まあその辺はまあ東大の子たちには、まあ逆に言うと東大、まあ僕も含めてですけど、そこから JA っていうキャリアパスをもっともっと整備してあげないと、まあいけないのかもねっていう話はしましたけど、まあもっともっとそこら辺の、なんていうんですかね、指導者の力量はね、なんていうんでしょう、こう、プレーのレベルとは直接比例するわけではないじゃないですか。だからなんかその辺をもっともっと、こう、特に上を目指す子ほど分かってくれるといいなというのは僕の中ではありますけど、だから小山くんなんかもやっぱ社会人で、まあ、足ほどじゃないけど完璧じゃないっていう状況でやるのはすごい参考、ためになったところもあるんじゃないかなと思うんだけど、その辺どうでしょうか？いや、でも本当にそうで、例えば1年目とかに関しては、全員が全員こうゲームモデルにフィットした選手がいるわけではなかったから、そういった選手をどういうふうにゲームモデルにフィットさせていくかとか、逆に2年目に
を迎えるにあたってどういうふうな選手を獲得するかっていうスカウティングのとこも結構いろんな動画見たりとかしてやって関われたっていうのは本当にいい経験したなと思いますね。いやでも本当このね、武蔵野から来たあの福山のキーパー、これがむちゃくちゃいい選手なんですよ、本当に。俺も練習見てる。でもあれ J リーグでも普通にやれるよね、絶対に。いや、やれると思いますね。フィットするチームだったら全然やれると思います。本当に足元うまくて、まあ、うちのキーパーの子も、あのうちって言ってももうやめましたけど、東大の子も、レイソルの世代別かなんかの子で、キーパーがたまたま入ってくれて、そいつも大概変人なんですけど、まあ、そいつもうまいなと思ってましたけど、いや、ちょっとあのキーパーはレベル違って、だからやっぱこういう、なんていうんですかね、選手を、本当に苦労して見つけたのかなと思ったんですけど、あの辺の獲得プロセスとかはどんな感じなんですかね。俺ほら東大だからやっぱ獲得プロセスだね。いけないんですよ。いやでもとりあえず JFL、J3 以上の選手ってほぼ取れない、取れないんで正直。そうなんだ。なんで JFL とあと主要的な地域リーグのチームとあと大学4年生の、関東一部はもう見てないですね。関東二部、関西一部、あと各地域の一部とかを見て、そこからこう自分たちのゲームモデルにフィットするような選手を全部リストアップしていった中で、あとはクラブから与えられている大体の予算感、ここのポジションは大体これぐらいとかっていうのが与えられているんで、それに対して、まあ、このレベルだったらちょっときつい、例えば本当にうまい選手だったら、この選手ちょっと J3 行っちゃうだろうなっていう選手もいたりとかするんで、そういう選手をどんどん減らしていきつつ、本当にこう徐々にこうリストアップしていったものを減らしていって獲得するっていう感じですね。でそれこそ小玉、そのゴールキーパーの小玉に関してはあんまり JFL で試合出てなかったんで、私のだっけ、大学時代の都営横浜大学です。あれだね、武蔵野シティだよね、東京武蔵野。そうです、から武蔵野シティ行って、で都営横浜とでは全くスタイルが違うサッカーをやっていたので、あんまりこう武器が活かせてなかった、うんので、こう大学時代の映像とかを見て取り寄せてみたりとかして、で獲得するっていうケースとかがもうありましたね。なるほどね。武蔵野シティっていうのは、まあ、皆さんちょっとどのぐらいご存知か分かんないですけど、まあ、あの僕もね、この間もう世間を大概騒がせたあの東京武蔵野シティのと東京ユナイテッドの合併でもありましたし、あの、まあ、何回か試合することもあったんですよね。そんなあのカテゴリーも近いんで東京のクラブですし。でまあ、武蔵野シティってのはもうね、本当にドン引きなんですよ。もう本当541で。で、もう、もう亀みたいに、本当ゴール前に、ボールを築いて、で、まあ本当にウィングバックが頑張って、ワントップが頑張って収めて、で、フリキッカーの、今、ラインメールに移籍しちゃいましたけど、差し並優斗っていう青森山田だった選手ですね。青森山田から明治行った選手が、むちゃくちゃキックがうまいっていうんで、勝つっていう、まあそんな感じのチームなんで、やっぱ生きないよね、あのスタイルだと。そうですね。だし、だからなんかやっぱその、福山のいいところは、あのカテゴリーにしかありえないぐらいちゃんと選手を取ってる。あの、スタイルを見て。で、やっぱその武蔵野シティだって、あのサッカーするのにあのキーパーいらないと思うよね。普通にね。間違いないですね。そう、そう。あの選手取ったんだろうっていうのが、そもそものあれで。で、それって、両方にとって不幸だと思うんですよね。本当に。クラブにとってもやっぱこう、戦力が目減りするというか、まあお金払ってる以上ベンチには入れなきゃいけなかったりするから、戦力その分目減りしちゃうし、パフォーマンスも落ちるし、で、選手からしても、やっぱサッカー選手って、ね、これ学生になったらもっとですけど、キャリアの、なんていうか、ね、できる年数が限られているので、やっぱその1年って大きいよなと思うと、ね、やっぱりその、まあ、圧倒的に合わない選手をちょっとここに入れるっていうのはあっても、なんかちょっと、何だったんだろうって感じだよね。その、あんだけ尖ったプレースタイルなのを見ると。いや、本当にそうで、なんて言うんだろうな。結構去年スカウティングをやって思ったのは、そのチームのスタイルに合わない選手を取ってきがち。うん、J3 も J、そう、ほんと J クラブですよね。うん。うん、含め。で、試合に出れずに、どんどん選手としての能力が劣ってしまう。うん。っていうのが結構いて、で、選手も選手で、実際リストアップした選手で結構 J3 とか J2 行った選手が実際結構多くて、うん、けどそこのチーム行っても多分試合出れないぞっていうスタイル合わないから、うん、けど J ってだけで行ってしまう、はい、っていうのはものすごくこうもったいないと思うし、選手もこれからの時代